はい、こんにちは。第11回ファイナルファンタジー7リバースやっていきましょう。さあさあ、今日も京都とやっていくわけなんですが、まあ、前回はね、レッド13の話プラス、もうカードゲーマークイーンズブラッドがね、ようやく最終章に入ったということで、今回はチャプター11。このね、ニブルヘイム、まあ、タイトルが見知らぬふるさとみたいな名前だったと思うんですけど、焼け落ちたはずのふるさとがなぜか、復活しているのか？いや、それとも、完全に幻想なのか。あとチャプターだって3つぐらいでしょ。こっからどの辺まで話が進むのか。復活している。で、クロマントもいますね。普通にティファの師匠とかいるんじゃない？見て。いや、これはなんかセフィロスが、これ新しい、え、作り出した世界ではないのか。普通にまた新しく作られたの。作り直したんだ、村ごと。すごい。脅かすなよ。またおかしくなったのかと。あ、いや、またっていうのもあれだけどよ。まあ最近ティファとクラウドの様子おかしいから、誰がこんなことしたの。シンラ。いや、でもなんかちょっとぐらい情報入っててもね。端末を探しましょう。ティファとクラウド何も知らなかったのか、復興したこと。で、そうだ、なんか前回グランドアサシンみたいなね、エルデンリングに出てきそうなクソ怖いやつに脅されて端末を探しに来てるんですけど、クロマントめちゃくちゃいる。馴染んでんな、まあ、みんなこのニブルヘイム。いや、いすぎだろ。にしてもいすぎだろ。喋ってね、普通に。こりゃ憩いの場になっとる。クロマントだらけだな。うん、それに村の人たち、いや、やっぱおかしいよ、ここどう考えても。あ、メイドさん、なんだこいつ。知らない人だよね。誰かのお母さんみたいな見た目してたけど、完全に初見か。この村に何かご用ですか。さっきの位置クラウドの家があったらへんですよね。あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らしてもらったんですわ。いや、ケット氏はこのショーで後ろの方々はちゃんと敵か味方かを見定めよう。まあもう十中八九味方側なんですけど。ここは私の故郷でした。クラウドってね、協力するにしてはまだ背景が少ない気がするんだよな。なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です。全く同じ造形に作り上げてるの、ちょっと気持ち悪くない。でも村が建て直されてるのはいいけど、建物の位置とか、の直接管理区域でしてね、こういう貯水路の場所まで同じなの気持ち悪いって。中毒の方々の療養所になっています。あ、それでみんな通ってんのか。聞いています。何か問題がある場合は本社の特殊施設管理課へご連絡いただき。いや、なんかしっかりしすぎてて怖いな。あ、端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。今までの中で一番ちゃんと真っ当に機能してそうな村。故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、どうか早々にお引き取りを。誰もいないの、知り合い。一人ぐらいいそうじゃない。これは散策せねば。結局さ、ティファの師匠ってあれ死んじゃったのかな。お、新たなカードバウター来た。え、怖い。なんかちょっと待って、これセフィロスとばったり会った場所じゃない昔。何、ちょ、ホラー要素多いってこのゲーム。こん中にどうせいいんだろあいつが。今回大量にセフィロスを見ることになりそう。誰もいない。いや、クラウドね、ずっとなんかこんな感じなんで最近。幼馴染とかいないのか。あ、可愛い女の子とかさ。ザックス、てか、俺が今一番好きな子の話聞く。俺さ、ザックスとクラウドの絡み見たいんだけど、ちゃんと。いいから来てって。もう興味ないって言ったところ、これ絶対クラウドだよね、相手。すっごく可愛いんだ。いや、美人かな。エアリスのことだよな。見る角度によるな。
お前どっから見ても美人だろ。何より性格、ミドガルの子か。ああ、都会の子。この二人の絡みもっと見たいな。ザックスの前だったらなんかクラウドも元気そう。普通に友達的な感覚なのか。エアリスが好きだったソルジャー。なんか俺勝手に時系列的にクラウドの先輩というか師匠ポジかと思ったけど、そういうわけではないんだね。一緒にここに来たのか。もうどれが正しい記憶なのかわかんねえ。くちゃくちゃになってる。いやでもなんか言ってたもんね、もう近い未来に巡り合うことになるんじゃないかって。エクレアみたいなやつが。ザックス、どこにいるんだ。ザックスのことを思い出した。はい、ではね、端末キーが見つからないということで、とりあえず村の管理人、紫みたいなやつに会いに行くことになったんですけど、見覚えのある風景が多すぎる。なんかもう今見ると嫌なシーンに見えるな。ティファが誘拐されたみたい。は？え、これ何？被害妄想？え？あの死んだ辺の中身ってザックズなわけないよね。いや違うよね、さすがに。それだったとしたら貧弱すぎるもんな、ザックス。泳げよってなるもんな。どうしたの？いや、ちょっと待って、パート1まで見返して声優をもう一回聞き直したい。まあ、あのヘルメットかぶったら誰が誰だかわからんからな。ザックス、吊り橋から落ちてここから流されていった。本当に？ダサすぎない？ティファは覚えてたんじゃないか。番外作品の主人公ですよね。ってかさ、言えない方がいいのかな。あえてだったんだ。エアリスってザックスは友達だった。ザックスのこともうちょっとなんか知らないの？忘れるなって。やべえ、またクラウドのメンヘラ化が進んじまうよ。ソルジャーの劣化さまようのか。てかソルジャーで思い出したけど、あのバイカーどうなったんだ。ローチェ工場に改造されてたけど。よかったじゃない、うん、よかった。絶対間違った記憶だよね。そうだ、思い出したくないことばっか思い出す。エアリスにも伝えないとか。うん、でも私に任せてくれる？確かにクラウドだったらなんか言葉足らずで。友達だからね。いや俺だってエアリスとも友達だよ。ねえ、まあ、ごめん、すぐ行く。なんかユフィが唯一の癒しになってきたな最近。こいつだけずっとマテリアのことを考えてる。みんなにも内緒で、ね、ブレない。一番最初だけだったな。こいつが襲撃して暗殺行動を起こそうとした時だけシリアスモード入ってたけど、あれ以降一切ない。この辺の敵も全く変わってないな。ここまた同じダンジョンを潜るってこと？いや来たもんだってセフィロスと。うわ、全く一緒だ。もうここのユフィの位置がセフィロスだっただけ。魔法の泉だ。何も変わらず。これ、全部、マテリアなの？5年前より、すごいね。成長してるのか、なんか、マテリア落ちてね、紫色の。てかさ、ここ来てさ、マテリアだ。セフィロスおかしくなってたことない？マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。この辺からね、確か、雲行き怪しくなってったんだよな。自然の状態でここまでになるには、一体どれほどの時間がかかるのか。俺もなんか自分の耳がおかしくなったのかと思った。ベジットみたいになってるやん、ね、お前先行こう。クラウドとセフィロス混ざって。この辺りも濃いよね。賛成。そこにあるマテリアだけ拾わせてくれ。今回なんか完全に乗っ取られそう。ついにあれ片翼入るクラウドにも。
HP、MP、入れ替えマテリア。 HP と MP 入れ替えたらとんでもないことになるだろ。MP3000 とかになって HP30 とかになる。さあ、なんかセフィロスの時と同じようなルートで上まで上がってきましたけど、死んだ兵か、死んでる、忍びだよ、忍び、忍びってお前以外にもちゃんといたんだ。これ戦争、なんか勝手にホラ吹いてるだけのザレ事かと思ったけど私の任務、本当に忍びだったんだ。どうなっちゃうの、方針変更、任務。そもそもユフィってどういう目的で動いてるのかいまいち分かんないよ。ちゃんとそんな任務的なものがあったの、フリーランスかと思ったけど。休戦中だよね。そのはずだ。でもどうだろうと、シンラーと戦ったのかな。同じことだ。シンラ兵の死骸もありましたもん、ね、今行くぞ、紫を探そう。いや、この紫っていうのが、うん、忍び関係者なのか。名前的に忍びっぽいもんな。ウータイ出身っぽい名前とは言ってましたけど、始まったんだ。珍しいユフィがなんかこんなになるの。終わりか、おちゃらけモードお前の。なんか知ってそうだな、話してくれよ。だいぶ飲み込んだぞ今どうしてこんなこと。誰がいるの、ウータイの人。ここってさ、あれじゃない、あの例の星じゃない。もうちょい先だっけ。うぅー、ショックシュマン出てきた。あのティファがさ、セフィロスに刺された場所。なんだこれ、なんか人の顔ついてね。え、紫、紫こんなんなっちゃった、もしかして今から会いに行く。そういうわけじゃない、バリアントレイリー。カウンターシュート当たらず。だいたいこういう系のやつはなんか炎が弱点なイメージありますけど、氷か。また人造人間だよ。さあ、リミットサマーソルトで。そんなにこいつ体力多くないな。1回目のバーストでめちゃくちゃ削れてますけど。ディープミスト、毒種は破壊したが、毒系か。いや、これはね、新しくこの非解放派をゲットしたので、とにかくこれでガン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 攻めていく。めっちゃ食らってる。え、なんか分身してるんだけど。あ、違う、分身したかと思いきや残像ただの。どっちが本体だ。ファイがついに最上級魔法を使い始めた。こいつに新技破攻撃って、これもしかしてあれ、ニュートラル B。 違う。お、ただチェインアビリティ使えるぞ。ユニゾーンスピンでいきましょうか。てか、この3人を固定パーティーで使いすぎて、こいつらの連携技だけ異様に見慣れてる気がするんですけど。死ぬ、待って、死ぬ前に強気にしてから死ね。お前持ってけないかな。おお、持ってった、すごい。ギリギリ勝った。なんかレベルもだいぶ上がってきたな。え、ボスモンスター的なやつじゃないのか、ただキモいだけのやつ。いや、絶対この先だよ、さっきのやつだな。いや、またこれクラウドおかしくなるんじゃない。ここ降りてまっすぐ行った通路の先です。はい、そこでね、刺されました、ティファ。ティファ刺されたし、セフィロスがおかしくなったのもあそこ。この扉を開いた先、まさか、あ、あ、そうだそうだそうだ、ここでお父さん死んだんだ。え、でも今落ちてたのは誰。え、これ紫、もしかして。繰り返されてる悲劇がそっと手を置いた。これさ、ティファとクラウド来ない方がいいんじゃないの。やっぱり村で待っとけよ。ごめん、大丈夫。絶対精神的に良くないって。なんかユフィもユフィでヤバそうだし、バレットとレッドとケットシーっていう、まあ最悪死んでも構わない3人で行くしかない死んでも構わないは言い過ぎか。この人が紫みたい。死んでも構わないはケットシーだけ。奥も確認しておこう。やだ、行きたくないよ奥、うん、てか紫課長死んでるし、全然忍び関係者でもなんでもなかった。まだここであれか、いないね、実験されてんのか。
そもそも何に殺されたんって話だけど、さっきの化け物にやられたのかな。おい、変なのいじんなよ、お前。モンスター排出されるから、これ。あー、ジェノバ。やっぱなると思ったわ、もう。ここ来た瞬間。こうなることは分かっていたが。セフィロス渾身のセフィロス。ザックスに会うのが先か、セフィロスに会うのが先か。ちなみにザックスとセフィロスってどういう関係なんだろう。知ってんのかな、互いのこと。大丈夫？お互い、お互いがお互いを支え合ってる。ケット氏？繋がった？ユフィハンデか。今どこにおります？お前こそ今どこにいるの？魔法だまりの奥の部屋だ。あれ、これついてきてるわけじゃないの？そっちは役場ですわ。何かお手伝いできるかと思って魔鉱炉の端末にアクセスしてみたんですが、あれ、あ、こいつだけついてきてなかったんだ。あ、紫班には会えましたか。死んでいた。ウータイと戦闘があったようだ。何をめぐっての戦闘なんだろうな、これ。ややこしいことになる前に信頼式の端末借りちゃいましょう。カードキーはあります。さっきのやつはカードキーですよね。あ、じゃあその端末に差し込んでください。こっちで遠隔操作して屋敷の門開けてみますわ。大丈夫か、任せるぞお前。バッチリですわ。お、先に屋敷へ向かって端末探しときます。一人で行かない方がいいんじゃないか。あとでな。はいな。でもこいつ擬態みたいな感じだから、ただのロボット。多少襲撃受けてもまた新しく作り直せばいい。戻ろう。ああ、何事もないのか。いや、絶対なんかあると思ったんだけど。決戦の場所に選ばれそうですもんね、あそこ。屋敷に行ったらまず端末を探しましょう。クラウド班たちが戻るまでにちゃちゃっと見つけます。そもそもこの4人ついてきてなかったんだ。お前はクラウドたちを待て。合流できたら俺たちのところへ連れてこい。俺がいつもパーティーメンバーティファとユフィにしてるから、あの二人がムービーに映ってるのかと思ったら、そういうわけではないんだ。しかできねえから頼んでる。強制的にあの三人なんだ。ならば仕方あるまい。あれ、レッドの声が。ほら、行きましょう。戻っちゃった。ウソップじゃなくなった。え、なんかケットシーパート始まった。いらねえ。こいつのパートあんの？まあでも確かに、あとこいつだけだもんな、操作してないの。こいつはローリング移動することができます。めっちゃくだらんやん。なにこれ。わ、すごい。ここあれだよな、セフィロスが読書タイムしていた場所ですよね。ガキの秘密基地かよ。この先に何かあるのか。端末なんか動いてたな。危険なまだかもしれません。まだ管理してるやつがいるのか。試しに僕が行ってみますわ。今回ケットしやたら頑張るな、なんか。ああ、お前かよ。侵入者の職王女でっか。君たちがどこの誰かは知らんが、残念ながらここは放棄された施設でね。これはあれか、録音か。ところで有益なものは残されていないと思うな。リアルタイムで、これただの管理 AI です。あ、ですよね、リアルタイムで話してるわけではない。少しばかり思い出深い場所でね。我が物顔で踏み荒らすのは勘弁してもらい。いや、マジ今の北条が何してんのかが一番気になるんだけど。いや、やばい、なんか撃ってきそう。ローチェどうなっちゃったんだよ。おお、用意周到すぎる。そんな罠が。え、これやばいじゃん、レッドしか今まともに動けるやついないけど。てか戦闘力低そうだな、この3人。バレットが相当頑張らないと。おい、やってくれるぜ、あの野郎。てかさ、バレット、こういう分断されるイベント任せられがちじゃない？3、4回目なんだけど。いや、どうせろくでもないとこだって、これ。閉じ込められちゃったみたい。北条が関わってるってことは、しかも囚われてる。AI かなんだか知んねえが。北条は北条ってことだ。まあ、これぐらいの扉いけるでしょ、余裕で。蹴破れる。あのダクト、僕やったら通れるかも。そんなことする必要ある。僕、ちょっと行ってきますわ。やばい、なんか無駄にケットシーイベントが。
ケットシーのためだけに閉じ込められたみたいなとこある、これ。あ、そのためのローリング、これ。うおちょっと気持ち悪い酔うわ。はい、ではあれからね、結構な時間謎解きをやらされているんですけど、これで終わりかな。FF7 リバースね、マジでこの単独パートの謎解きが辛すぎる。めちゃくちゃ膨大な量あるんだよな。なんいやー、なんかもう本当にキモければいいと思ってるやつがまた更新されていく。まあ、それは北条、飛び切りのやつ来たな、これ。何、え、戦うの、しかもヤンが起きる、イン&ヤン、なんだこれ。え、しかも待って、一人で戦うの絶対無理でしょ。え、一時帰らん、ブリザード飛ばしてきてるけど、これはニャンコアタックとかでいけるのこれ。あ、でも意外と通常攻撃近づけば入る。ちょっと見破るがないから、どういう敵なのか全くわからん。響かせてくれって、だから遠距離攻撃全く、えいった、サンダーが。ここでじゃあモーグリ突撃、おい入る、バーストまでもうちょいで持っていける。一旦バーストしたい。え、バレたってこれ来てくれないの。はい、からのツッコミどころ、こうモーグリコール出して、さらにモーグリ突撃させて、いや全然入んねえな俺。こいつのリミットとか知らないんだけど、リミット溜まったら意外とダメージ稼げます。あ、ニャンコアタック割り消し入るやん。さあリミット溜まったモグボックス、これ何が起こるかわからないって書いてたけど、ダメージか。おお、結構入ったか。なかなかいいダメージを入れてくれたけど、だからこれ半分いったらな、ヤンが起きる。ちょっと待って、どっちがいいんで、どっちがいいんだろう。これヤンは喜んでいる喜ぶな。ブリザード半分いったら仲間助けに来るのかと思ったけど、本当に最後まで全部自分で行かなきゃいけない感じだ。ダイスでも回しとく、一旦ダイス6666。あー、ナイス。なんかモーグリが勝手にやってくれた。え、一つになった。あ、違う、なんか頭一個抜けたんだ。ラッキーファイヤー&サンダー、いてまうでー、いてまうでー。はい、モーグリ突撃、ニャンゴアタックも、もうちょっとかな。ちょっとそしたらダイスひたすらダイスを回すとこ。4、みんなに怒り、まだまだ俺はダイスを回すぜ。はい、これも全部の出目見たから、気持ちはカイトだな、これ。ハンターハンターのリスキーダイス、猫なでビーム、なんだ猫なでビームって。お、リミット来たぞ。次のリミット、これモーグリ召喚してからじゃないと使えなくて、モーグリ召喚する。で、モグボックス、なんか即死消滅させる相手、何が出る、またそれかよちょっと面白いなこいつえ、いや弱くね、インアンドヤン、ひたすらバーストするんだけど。はい、バースト、俺はモロタでいっとけるけど、ファイヤーウェーブとかで、弱点ファイヤーだな多分これ。はい、ファイヤーウェーブ連続で持ってった。何だったんだこれ、ただキモいだけ。普通にエアリスたち後ろいたし、大丈夫。いや、にしてもキモかったな。ちょっと休んどっただけです。いや俺パッと見さ、ローチェが出てきたのかと思ってびっくりした。早く上に行きましょう。改造されたローチェ、あんなになったらどうしようローチェは喜んでいるとか言ってマジで嫌だ。おい、なんだよこの部屋、入りたくねえよいちいちなんかこいつでかいのが腹立つな、ホログラムが。寝とる AI って寝るの。いやなんかさ、その脱出ゲームイン法条件みたいな、すごい嫌な気分だ。立ち入り禁止区域だった。こいつのアトラクションやらされてるみたいだもん。また失敗作を保管していてるね。また、うん、おい、さっきもう戦ったってインとヤンみたいなやつは。おお、モルモルなんかエアリスがごっつい武器持ってる。あんな武器も出したっけ俺。いや、モルボルじゃないな、なんだこれ。どんだけ失敗作作ってんだよあいつ。普通に科学者としてゴミすぎるだろ、全然成功しねえじゃん。ロストナンバーだってかっこよ、本格ラッシュ。たまにはエイリス使うか。エイリス火力なさすぎてな。連携技、ソウルメイドサポート、チェンジガード、ブライブラスト、ブライブラストって言った名前あ、1253めっちゃ入る。
前はイノセンスフォースとかしかないんですよね。そしたらちょっと待って、バレットが一番このパーティーでは火力あるので、バレットに変えつつ、こいつは連携技アミーゴショット、ダブルガードとアミーゴショット使いながらちょっとずつ相手の体力削っていこう。はい、アンガーマックス変身、これあれか、なんか物理攻撃が効くターンと魔法攻撃しか通らないターンの2つがあるってこと。これもしかしてバーストした、ここで、あ、チェーンアビリティ使える、グルグルゴーランド、こいつの普段使わなすぎて全部チーズ、おお最強じゃん。さらに、あ、待って、リミット新しい人、メガモーグボックス、何が出たのこれ、何が出てた、ブラックホールみたいに出てた、なんか俺の HP1 しかないけど1しかないのやばいよねこれ。さすがにちょっとギガポーション使って、変身変わった、お、通る、待って、ここでフェルバーストでもう一回バーストまで持ってくよ、 OK。 さあバレットも溜まってるぜ、リミットカタストロフィー、これかっこいいんだよな。エアリスってあれなのかな、攻撃系のリミット技持ってないのかな。はい、そしたら一応ね、この連携技のねフライブラストってやつが強いんだよな。お、倒した、いやでもまだ半分ぐらい残ってましたけど一つになるか、どうなっとん、触手系のモンスター多すぎじゃない、いくらなんでも本作苦しんでる。そんなこと言われましても、光の盾、お前がリフレクなら俺は盾、なにこれ、私は拒絶するって感じ、いやーなんか掴まれた、いやーいくこれなんかさ、無敵状態入ってんだよこいつ、リフレガーとか言って、誰も見破るバッテリーは持ってないからさ、こういう時どうしたらいいかわからん。え、これどうやったら、なんかエアリスの攻撃で通ってる、呪文は通るのかということは、これはブライブラストの出番、はい、え、そうなんかさ、エアリス以外の技が全部効かなくなったんだけど、これこういう感じ、もうエアリスのブライブラストで攻めろってこと、え、なんかさ、急にこいつエアリス以外の技何も効かなくなったんだけど、ずるくない、魔法しか通らないって感じが、大暴れしとる、やばい、ちょ、いったん、やしょうかね、危ねえ。ボッコボコされたけど、みんなチェインアビリティだったら通るか、パッションハートビート、はい、でも絶対これ技じゃないよね、あ、いや技、おーっとちょっと通った、ジャイアントホールド、あー突っ込んだ、なんかえげつないことしてるて、おい、どうすんだこれ、え、リミット効く、モーグリーコールしてからメガモグモックスもう一回いくか、一応これ呪文っていう判定でしょ、さっき何が出たのかよくわからなかったけど、何なのこれ、あ、入ってるか、あ、入ってる、そしたら、あ、いや、これチェインで終わらせるか、チェインアビリティ誰も使えない、しょうがね、もう一発カタストロフィー打つか、はい、結局あのリフレガの攻略方法わからない、普通に呪文で攻めろって感じ、まだいる、外した、はい、おー、かっこいい、決めさせてくれよそこはエイム、クソエイムすぎるだろ、こんな聞いてませんわ、いや、なんか今回ボスモンスター多いな、諸君、おかげで屋敷が少しだけ綺麗になったよ、うぜー、ちょっと悔しがれよ、保管していた失敗作も片付いたことだし、私もこれでお役ごめん、北条博士のワクワク脱出ゲーム終わった、楽しませてもらったよ、ではまたどこか、いや、このさ、リバースの間にこいつどうにかぶち殺してよな、北条の野郎、北条 AI の管理領域を出した、あのメガネ顔面に埋めてやる、いや、そんなんじゃ、まあ、満足できない、喜んで、あいつ自身もなんかもう気持ち悪いモンスターにして、殺すことすら生ぬるいわ、一生死ねない体とかにしていたぶりたい、あれ、クラウドたちもこっちに合流している、なんかお疲れ気味、普通にレッドもいるし、おかえり、疲れたよ、
これね、探索パート今までで一番長かったかもしれない。まだだ、いろいろあってな。そんぐらい謎解きよかった。再開しましょう。もたもたしてられませんわ。でも話自体は全然進んでないんだよ だな。大丈夫かクラウド。さて、例の場所、例の場所多すぎる。ちょっとすみません。はい、ではね、無事クラウドたちと合流しての、レッドもちゃんとついてきてますね。ここは図書室か。棺。いや、これになんかさ、ザックスの死体とか入ってたらどうしよう。やめとこうぜ、開けるの。いや、絶対なんか変なの入ってるから。開ける意味がねえんだもん。豊穣ドッキリあるって。私は悪夢から呼び起こすのだ。え？え？は？ああ！え、待って、俺こいつ見たことある。え、こいつって FF のキャラなの？あんたこそ何者だ？え、なんか格ゲーとかのキャラだと思ったけど。ヴィンセントバレンタイン。私は。急すぎない？ヴィンセントバレンタイン。え、ヴィンセントやっぱ聞いたことあるし、見たこともあるわ、めっちゃ。ここの警備員だ。かっこよ、なんか。見ない顔だな。あ、これ端末を借りたい。コラボキャラとかじゃないですよね。キングダムハーツにクラウドが出たノリで他のゲームから出てるわけじゃないですよね。もうだってさ、違うゲームの主人公みたいな見た目してるやん。カードキーを。声もかっこいいし、絶対人気でしょ、こいつ。こいつ仲間になってくれよ。ヴィンセント、こいつ普通に何してたんだ、ここで。どうぞ。棺桶の中で寝てただけ。機械音痴だし。なるほど、端末の使用権限はあるよ。見た目だけのポンコツか。ほんな。でもさ、おあつらい向きにさ、そこにベンチとかショップがあるの見ると、いやですよね、戦うんですよね。しかし困ったことにお前は紫ではない。死んでたんですもん、そいつ。紫はどうした。話通じるタイプか。確かにカードキーは別の人のもので回復してからにしてくれ。急ぎで調べなあかん情報があるんですわ。敵に先を越されるわけにはいかんのです。敵。え、マジでかっこいいな、こいつ。まあ、セフィロスなんだけど、こいつに一番好感度上がるのどれ。え、何の敵なのかよくわかんねえ。シンナにここ閉じ込められてるわけじゃないよね。いや、もうとりあえずセフィロスって言っとくか。通じる？セフィロスって言って。俺たちの敵はかつて英雄と呼ばれた男。知ってるかな？セフィロスだ。ここに住んでるってことはワンチャン知ってる可能性が。やつは星を滅ぼすほどの強大な力を手に入れよう。これでセフィロスサイドの人間だったらどうしよう。セフィロとか言った時点でバーンと打ち抜かれる。納得してくれた。どうやら私の罪がまた一つ増えたよ。え、また寝るのお前。どういう生活を送っているんだ。部屋のロックは解除しておいた。は？え、こんだけのキャラじゃないよね。紫課長。待て、寝るな、起きろ。絶対もっと重要なキャラだって。でいいってこと？いや、わからん。でもこのゲーム無駄にね、女のモブキャラとかクソ可愛いの多いから。男は、あ、待って、ちょっと回復してから行きたい。いや、にしてもさっきのやつマジで何だったんだよ。ヴィンセント・バレンタイン。おい、これ言っていいのか、先。ケットシーが今なんか解析してるらしいから、その間に周りを散策。いや、なると思ったわ絶対。え、何、コード踏んだ。つまずいただけこれ。情緒不安定すぎるよ。しかもこれあれだ、自分で動かせるタイプだ。ほら、視点気持ち悪い。少しどこに行こうとしてんのこれ。このチューブの先、何があるっていうんだ。そこに S って書いてある。これは、え、これ魔法か。
魔法のドリンクサーバーみたいな。やばいってクラウド、もうやば、完全にやばいやつになってるって今。エス皮膚より最終、誰の声、頭髪より最終、待ってエスって誰、ソルジャー、え、この声あれだよね、北条だよね。クラウド、もう出よう。ソルジャーは劣化してダメになるって言われてますけど、劣化したソルジャーは最終的に改造されてるってこと、それとももう元からなんか劣化するように改造されてんのか。エアリスがなんか怖い顔してる。え、やっぱりその部屋への立ち入りを許可した覚えはない。いや知らんわ、その相手なんだもん。だってちょっとした手違いですわ、仮眠して。いやー、こいつはでもソルジャーではないか。いや、頼む、そいつの命だけで勘弁してくれ。離して、やめて、見逃して。残念だがそいつに人質の価値はない。離せ。吸血鬼なのかな。私か、お前か。悪いが、いろいろあってイライラしている。パワーワードきた。私もだ。雑だな。うわ。バカ強そうだけどこいつ。え。君も北条のもしかして改造体かなんか。これが今回のボスか。やだ、お前まで変な化け物にならないで。なんかブラド賛成的な感じですよねこれ、おそらく。うわ、普通に怪物になった。戻れるの。いやー原型ね。ちょっとバレた、早い早い行動に移るまで早い。でも確かにこんなん出てこられたらもう戦うしかねえよな。ガリリアンビースト、ちょっと待って、ここでケットして戦うのさすがにやだ。ダークブレイク、弱点弱点。ユフィがね、新しい技覚えたんですよ。手裏剣投げからの分身の術っていうのを覚えたんですよね。それを試したい。まあ、まずは見破るんですけど、はい、弱点がありすぎじゃね。これはまとりあえず炎属性か。いや、これはですねユフィ選んでよかった。ユフィであれを貯めて通常攻撃を炎にする技があるから。痛すぎ痛すぎ痛すぎ。一旦この忍術戦火炎、はい、混沌の波動で、さらにここに分身の術をやることによって相当いいダメージ稼げるんじゃない。はい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 、弱点ついてる、弱点ついてる、いいよ。これでヒートまで持ってきたい。めちゃくちゃなんかゴミみたいに投げてる。ビーストボムこのなんか武器とさ分身の術が合わさって、あれ思い出したら戦国武将にこういうキャラいたんだよな、ネネっていう。はい、風林火山を連発していって、結局ユフィちゃんナンバーワンか。強い強い強い、ユフィちゃん強いよ。ただこれ近距離攻撃だとあれがない、炎弱点に出ないから、遠距離攻撃のこの忍術の方を中心に。え、なんか動けない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 。ちょっともうちょいバーストなのに、バーストまでは持っていく。分身の術長っ。これさ分身の術してる状態でさ、あれしたらどうなるんですか、リミットしたらどうなるんですか。さすがにそれはやっぱり、あー消えちゃうか。2人分のリミット出たら最強だったもんね。はい、血祭りコンボ半分いかねえか。半分は入ってる。よし、バントしてここでもう一発リミット、血祭り入れつつ変えて、でインフィニットエンドを入れて、さらにこいつはダイス振っとくか。一回ダイス振ってバフかけよう。もうちょっとか、いけそう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 。ラッキーシールド来た、タコ殴りだ。でもなんか地味に後ろの4人も戦ってくれてるっていう。カオスインパクト、こいつなんか周りの障害物めっちゃ使ってくるな。おお、すごいことしてる。ただユフィちゃんは遠距離攻撃だから関係なくて、な何してんの。カオスフレア、いや、いけ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 、やりきれやりきれやりきれ。うわあ
食らいすぎだろ。待って、キャットシーがあれ止まった、リミット止まった。チェインアビリティ先使うか。ソルジャーオンモーグリコンビ技きた。頑張れ、いけ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 、すごいぞ。やればできる子は。さらに今モーグリを召喚したことによってメガモグボックスまでおたげていける。うわあなんか変なゴミみたいなの出てきたけど、それで倒したんですかさっき違ったぞ、技ぬいぐるみみたいなのいっぱい出てたけど、そんなんで実は大当たり。あれみたい、進撃の巨人のエレンみたい。あ、よかった戻った。なんなんだよお前。ヴィンセントハン、元タークスのヴィンセントバレンタイン。タークスなんだ。端末で調べさせてもらいました。ちょ、タークス美男美女多すぎじゃない？このところでくすぶっている理由、セフィロスと関係あるんとちゃいますか。まあ、美女って言ってもイリーナしかいないけど。答える義理はない。タークスイケメン集団すぎる。一緒に行きませんか。セフィロスの生死に関しては正直僕も半信半疑ですけど、こいつとレロの絡みとか見て、この人たちについていけばなんやわかるかもしれません。仲間になるってこと？こんな化け物仲間になったら相当心強いけど、仲間になるにしては急すぎるんだよな、出てき方が。このままでいいんですか？ケトシ頑張れ、説得しろ。タークスお前詳しいだろ。こいつ誰の声だっけな。こいつも聞き覚えある声してんな。やばい、また立ち去れ。寝るつもりだこいつ。仲間になってほしいな。あげてくれた。ほな行きましょうか。ちょっともうちょっと説得頑張ってみようぜ。長いは無用ですわ。今回のボス枠ぼーっとしてんな。今のだったかな。いやマジで来てくれよ。今からでも遅くない。ってかあれか、もしかしてさ、ヴァンパイアと同じ設定でなんか日の光を浴びれないとか、外に出たくても出られないからこんな地下でこじんまりとしてるんじゃないですかね。まあ、もしかしたらね、あれかもね、リバースが終わった後の、あ、なんか腕挟まって、やっぱ行くわみたいになる。ならないと。自動かと思ったら手動なんだな、それ。このリバースが終わった後、次の3部作のね、最終章で助けに来るとか、あるのかな。でもなんかタークス関連だから、それこそタークスと決着つけるときに、あいつが助けに来たらめちゃくちゃ熱いんだけどな。普通に仲間になるにしては過剰戦力すぎるのかな。いよいよ神殿だよ。何が何でも黒マテリアいただくからね。そういやそうだった目的。黒マテリアだった。私のメンツ丸つぶれ。でもさ、お前のメンツなんて、あとチャプター3つだよね。次神殿行って、で次義族に返して、で次でセフィロス。間に合わなくね、足りなくねチャプター。なっとそれなんですが、今回なんかあんまり話進まなかった。まさかこの後に及んでわからねえとか言い出すんじゃ。あ、いやいや、場所はわかったんですが。しかもなんかあんまりユフィの掘り下げなかったし。決闘シーイベントでしたね今回。操作に寄ってもらえまへんか。はあ？なんでよ。最後にみんなで思い出作ろうみたいな。神殿に入るためにはキーストーンっていう鍵が必要。いいよ、俺まだあそこの観覧車乗れてないし。かれこれ20年行方知れずらしいんですわ。ただ。最後に会った場所がゴールドソーサー。ゴールドソーサーなのか。本当かな。確率は半々です。いや、デュオとかが持ってんじゃない？他に手がかりがありません。デュオ園長元気なのかな、そもそも。タークスとやり合ってたよね。俺らを逃がすために。おおきにありがとうございます。今回のこのショーでちゃんと仲間と認めたみたいですね。この猫のことを。ま支度ができたら出発だ。まあ、ここまでしてくれたらさすがに味方だわ、うん、俺も半信半疑だったけど。おい、なんか黒マント集まってますけど、まだ終わりじゃないのか。
相当今回ボスモンスター戦ってる気がするけど、死んだ…あっ、え、あれ元気そう。ちょっと待って、めちゃくちゃ元気やんけ。ローチェ、もう心配したんだぞ。いや、やたら今回なんかソルジャー細胞とかさ、いろいろ出てきたから、ワンテローチェが改造されたあれかと思ったけど、ここでちょっとお前の大切なバイク爆発したけど、今回はバイク乗ってなくていいのか。ああ、こいつに関してはあれ、あ、やばい、しかも待って、地震だ。ちょっとこのタイミングで地震来た、怖い。捕まらないよ。別にリアルの方で自信切れる。なおなおなお。すげえいいシーンなのに。これは個人的な戦い。ボスにバレたらペナルティーだ。若干腕おかしくなってるか。これさ、ちょっと待って、地震怖い。これ俺が、なんか俺んちあれなんですよね。近くトラックとか通ると揺れるから地震かあれか分かんない時があるんですけど、こういう時はまずツイッターを見て確認したいか。というか、あの、あまりにもゲームの方がそんなことできるシーンじゃない。君に会いたい一心でここまで来たんだ。あー、やばい。え、なんかさ、ダインみたいにさ、追い込んだらここまでトップスピードとはね。さあ、やばくなっちゃうんじゃないの。ダンスを楽しもう。ラストとか言うなよ。ここは任せろ。は、タイマン。え、ここは任せろってお前ら。あいつちゃんと逃げてた。このバトルから逃げられません。おお、 BGM が神 BGM 来た。一体お前の体に何があったのか、それ見破るで見れるのか。はい、ローチェ、北条博士の細胞投与手術を受けたローチェ。SC4、 SC123 がいるってこと、これ。何、強い、危ねえ。ちゃんと人間型にはカウンターを使っていかないと。やだな、これ追い込みたくねえよこいつ。切るんだ、いいよ。バースト入りそう。ここはまあとりあえずブレイバーとかで攻めていくか。はい、ガンサーだ。いや、逆に、いやアステロイドブレイク、すごい。お前セミラスみたいなことしてるやん。北条博士、え、何でもありだな、マジで。もう人間の動きをやめている、完全に。痛い。うわ、危ねえ。見てから、うわ、そのままセミラスじゃね。獄門みたいなしなかった今。お、しかもここでリミット溜まってるのはでかい。いや、まさかローチェがこんな強キャラになるとは。爆発入った。ここでさらにインフィニットエンドまで入れたい。入るか。あー、いや、でもバースト状態中には入んなかったか。あー、どうした。いや、もうここでやめとこう。これは真剣勝負、情けは無用。見て、俺こいつのこと好きでもなかったのに、なんでこんな悲しいんだ。そうか、クラウド。ボロボロじゃん。え、これ殺さないルートとかないの、これやるしかないのか。あー、もうボコボコにしてる、ボコボコにしてる。フラッシュフレーム、はいはい、逃がさないぞ。アサルトモード、闇呪縛とか言ってますけど、行くぜ。受け止める俺の愛。インフィニットエンドだ。ドラー。すごい悲しい気持ちになった。厄介だな。劣化は、マイフレン。あー、でもよかった、なんか化け物になんなくて。死んじゃったのかな、これ。おい、来んな。やばい、なんか融合しそう。ちょ、やめて、助けてあげて、ローチェ。もうなんかローチェ仲間にしようぜ。ローチェとヴィンセント仲間でいいじゃん。あ、早着替えさせられた。黒マテリア、黒マテリアは誰にも渡さないよ。それじゃあ慣れの果てだ。怪だな、劣化は。いやー、ちょっとなんかきついな、これ。
丈夫だよ、クラウドは。うん、大丈夫。あんなにだってハイだったやつが。大丈夫。行こうぜ。ローチェがなると思ったらもうみんななっちゃうよこれ。もう一度だ。ああ。最後の最後にとんでもねえのをぶっこんできたな。でもしっかり1対1で決闘を買うあたり、クラウドも思うところがあったんだろうな。そういうやつとの真剣勝負楽しんでいた節はあるのかな。うん、え、これはこれザックスパート。なんか来た久々に見たな。あ、こいつ忍びと一緒にいるよ。反神羅連絡会の同志たちよ。グレン、私はウータイ暫定政府のグレン・ロズブロークだ。こいつ闇ローブの中で一番まともだけど。の時が訪れた。ローチャとかもまだ救い終わんのかな。我々は立ち上がらねばならない。ハックしてるやん。先日ジュノンの大砲が火を吹いた時、我々は死んだカンパニーの若き後継者が父親同様の凶暴な独裁者であることを知った。アンダージェノンの村長だ。死んだカンパニーが各地の魔鋼炉を使いモンスター兵器を開発中であるとの情報を入手した。そこでウータイ暫定政府が停戦協定に基づき魔鋼炉への立ち入り調査を申し入れたところ、こいついるってことは別にザックスパートじゃないな。シンダカンパニーはこれこの間違いを映るとザックスパートに思っちゃう。しかしそれは残虐で非道な罠だったのだ。いや今のところね、このマントたちがかわいそすぎて、その様子を撮影した映像プラスで北条が憎すぎるから全然こいつが適正力に見えないんだよな。あ、これあれか、ユフィの仲間、さっきの死骸ですよね。これが若き独裁者のやり方らしい。え、ちょっとさ、セフィロスよりシンラのがゴミなんじゃないの本当に。我らにはシンラのような兵器はない。どこまで行ってもクソなんだけど。シンラ心の内に燃える反シンラの炎がある。シンラっていうかもう北条が独立しとる。シンラ、北条、セフィロスの三つどもえになっとる。その小さな炎を持ち寄ればそれはすぐにすぐにあの鋼鉄の都市をも溶かすほどの力となるだろう。父さん、父さんやっぱ熱い男だよこれ。絶対クラウドのパパだよ。ついに決起の時が来たのだ。準備は整っている。クラウドも大人になったらこんな感じになっちゃうのかな。髪型ウータイ暫定政府スフール総督だ。スフール、こいつが、え、てか来ないけど。しっかり放送事故起きてる。北条寝てるし、ちゃんと段取りしっかりして。このスフールって何者？出てこないじゃない。バカには見えないとかそういう感じ。イライラしてる。スフール総督に関する情報は全くありません。そんなことってある？しっかりしなさいよ。はじゃあ、どういう放送これ。さっきのグレンなんとかは？いや、グレン怖すぎない。元ソルジャー、初期タイプ、クラス P0。 15年前、ラディオルにおける地質調査に参加。任務失敗の後、軍より離脱。やっぱソルジャーか。脱走兵不正があることないこと言いやがって。その後、各地に散る反神羅の思想を持つ者を訪ね歩き、人脈をつないで回ったようです、うん、アバランチはぶっ潰しただろう。え、さっきの放送って録画じゃないよね。ライブって書いてあったよね。みんながこれスフール提督待ってるってこと。深刻な紛争がありました。阪神ら連絡会の大部分はそれら紛争の敗軍の残党と思われます。おお、わかるわかる。自由を求めて共和国と戦ったのに戦争が終わってみたら、このパルマーとかスカーレットポコポコにしたのに元気なの腹立つな。うん、
アバランチ以外にも敵はいっぱい。しぶとすぎる。うよ、え、ちょ、さ、キャット氏、あ、スフール総、やっとお前の名前が分かった。リーブだ。俺ずっとさ、こいつなんかあの画面に何回も映るくせにさ、名前が一回も出なかったから一生お前なんて名前だっけってもやもやしてたんだよ。リーブだ。泳がせていた古代種は神殿に向かう。こちらを目下の最優先事項とする。シンラは約束の地を目指す。リーブ、これ何もバレてないの？誰か感づいてそうだけどな。使命だ。放送は多くの市民、各地域の。え、てか合ってますよね、俺の認識。え、こいつだよね。リーブですよね、あいつってのって。受け取れる内容ですから、何らかの説明が必要かと。ケットシーのこと。勘違いじゃないよね。私が生命を。あの時映ってたやつこいつだった気がするんですけど。準備を。いや、こいつなんか普通にモブキャラにもいそうな見た目してて、なおかつ名前が映ってなかったから確証がないんだけど。全然人違いだったら受けるわ。あ、いやでもこのなんかシンラの考えに背いてそうな顔は多分ケイトシーだ。うん、そうだと信じたい。え、なんかまだ続きそうじゃね。結構今回だってね、5回ぐらいボスと戦ってんのに。しかも俺この後まだあのクイーンズブラッドの、あ、てかゴールドソーサー行くんだったらちょうどいいや。こっからゴールドソーサーはどう行くんだ。ゴールドソーサーの中に歩いていくのは難しいよ。もうウソップの方になった。距離だけじゃなくて山も川もクイーンズブラッドのボスも待っとるだよね、ケットシー。ケットシー、おい、なんか知らねえのか。確定だ、リーブ。よかった、すっきりした。まあ、普通に飛行機で行けるんじゃないですか。見て、のろし。いつも通りシドに運んでもらおうぜ。誰かがシドを呼んでる。あ、先に使われる。行ってみよう、シドがいるかも。ヴィンセント・バレンタインちゃうのこれ。連れてきて、あいつ。臨時ニュースをお伝えします。臨時ニュースをお伝えします。まあでもこの辺のカードバトラーは全部戦ったので、もうじゃあ行きましょうか。あれ、なんか誰かいるのかと思ったけど、普通に指導しかいない。他のやつが呼んだわけじゃないのか。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか。なんかだったら知ってんのか。その通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。こいつただのパイロットってだけじゃないのか。殺し上げて正解だったわ。ストーリーにも関わってくる。で、どうしてる、元気か。あれか、不倫相手みたいな。もう、いないの。もともと仲良かったパティーンっぽいですよね。でもそれ知らなかったのか、死んだこと。いや、俺はパイロットになりたくて信頼に潜り込んだよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。そこで知り合ったのかな。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。ああ、じゃあエイリス会ってんのか、シドと一回。あの時の子、あんただよな。まさかの巡り合わせ。あんた、くるくらいで。で、俺はこんなもんか。いや、若い頃のシド見たいな。絶対イケメンだよね。なんかこの不器用なおっちゃん感いいな。俺このシドめっちゃ好きなんだけど。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか。いや、もうパイロットしてくれるだけで十分だよ。力になりたいんだ。え、突然。この広大なフィールドでね。下心なんてないぜ。今時空を飛ぶとかがないゲームですからね、これ。ちゃんと空港まで行かないとエリアの移動ができない。飛んでくれたら十分。本当に十分。無料にしてくれねえか、その代わり。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくる。さすがバレット。力になりたいってんならただよ。思考回路が一緒、これと。ちゃんと払います。ちなみにこれ激安だけど300円とかだから。いや、俺のおごりだ。行かす。そりゃ飛び立つ準備ができたら声をかけな。こりゃイケオジですわ。もうじゃあ行っちゃおっかな。お、行けっか。
さあ乗った乗った。なんかまだありそうですね、これゴールドソーサーで。あ、てか待って、観覧車イベントってさ、あれなのかな、ゴールドソーサー2回目に行った時にもう1回チャンスある。今だったら俺なんか好感度だいぶ上がってるから、いやでもどうだろうな、マックスには行ってない気がすんな。おお、全然いるやん。え、普通に来た。マジ？お前たちの敵はセフィロスだとか。来てくれるの？セフィロスとは浅からぬ因縁がある。よーし、私も行く。嬉しすぎるこれは。どうすんだ、俺が蹴落としてやろうか。え、もうパーティーメンバー確定なんだけど、こいつ俺たちの邪魔をしたら。ダントツ強いでしょ。ありがとう、ケットシー、今まで。いやちょっとヴィンセントとそんなん観覧車乗りたいわ。どうぞ。いや今までさ、パーティーメンバーなんかその男が色物しかいなかったからさ、全員乗せて、そういう純正なイケメンを待っていたんですよ。波のパイロットじゃ無理だろうな。こんなにあっさり来るんだったら、さっきの絡みで来てくれよ。いや、てっきりさ、ヴィンセントがのろし上げてんのかと思ったの最初。はい、ということで、まあ、今回はここで終わりかな。チャプター11、毎回なんか飛び立って向こうに着くタイミングで終わるので、まあしばらく空の旅と行きましょうか。じゃあ、え、シド、シド、なんか心配すんなって。何、何これ、何起きてる。操縦オラ様、撃たれた。両端から煙吹いてるけど、あら治った、右側治ってる。え、俺の操縦が悪いとかじゃないよこれ。モーションセンサー切るか、早く。おい、ゴールドソーサー着く前に終わるってこれ。おい、エンジンが出ちまったぞ。ヴィンセント、せっかく仲間になったのに。構えてろって、高度が下がってます。俺もセフィロス追うぜみたいな感じで覚悟決めてきたのに、開幕早々こんな墜落シーンとか。よし、ドーンと着地だ。勘弁してくれよ、ヴィンセント、あの変身して助けてくれ、お前の特殊能力で。一人乗っただけでこんなことなる。危な、この見事な不時着。見事じゃない。絶対ユフィゲロ吐いてよこれ。先が思いやられるよな、ヴィンセント、こんなん。こっからどうすんの、泳いでいくの。え、ゴールドソルジャーは、じゃあゴールドソルジャーじゃない、ゴールドソーサーは、キーストーンを探して徒歩で行けってこと、こっから。やだよお前、何千キロあると思ってんの。かっこいいポーズ。いやでもなんかトロフィー劣化するソルジャー悲しいな、いらないトロフィーばっかり手に入る。あ、もうこれ泳いでいくとかじゃなくてここで修理するの。みんなちょっとは手伝ってあげようよ、絶対みんなでやった方が早いよ。よっしゃ、これでいけんだろ。マジ、こんな海の中で発進できるの。旦那まんや。でも翼が折れてる。もう降りた方がいいよ。言ってなかったか、俺は陸海空の3階全てを制した男、シドハイウィンド様だ。まさか覚えとけ、陸も行けるってことこれ。どうする気だ、陸も海も両方行けるってこと。今から俺様のことは船長と呼んで。すげえ、船になるんだ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。え、ガチで天才パイロットやん。それが本当だったら。じゃあ行け、ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海。わ、コスタデルソルも行きて。そっから先は行くのですな。よし、決まり、さっさと海まで行こうぜ。え、これヴィンセントの水着姿とかないの。コスタデルソル、ケットシーとかもお願いします。はい、さあ全速前進。元気だなお前ら。ふわぁ、ファーストトラベル禁止。おお、はい、え、楽しい。
いや、なんなら空飛んでるよりこっちの方が速くね。しかもさ、これあれでしょ、陸に行ったらそのまま車にもなるんでしょ。しかも死の仲間にした方が速いだろこれ。俺も常についてきててくれよ。はい、着きました。懐かしのコースタデルソル。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。何あのマーク、あれ会社の名前変わったね。変な決闘マークみたいになったけど。飛べないからね。これもう飛べなくなったの今後一切。こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。え、これからのファストトラベルはどうするんですか。じゃあね、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくれ。あ、ついてきてくれるんじゃない。ついてっていいか。いいよいいよいいよ。え、なんかどんどんパーティーが俺好みになってくる。いや、リスはいつも返事がいいな。はい、よろしくな。2人いっぺんに増えるの仲間。あれ、ヴィンセントは。おい、あいつ水着買いに行ってる。絶対水着買いに行ってるよ。あれ、いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。確かにクラウドに似てるよな。ああ、放っておこう。いやいやいや、お前は放っておかれなかっただろ。お前みんなが構ってくれたから今があるんだよ。俺のことか。いや、気づいてなかったから。いいコンビになれるんだよね。進化したファストトラベル。おお。いや、待てよ、これ更新バトルシミュレーター。ちょっと待って、いろんなのが追加された。そしたらちょっと近いな。でもこいつ話したいんだけど話せないのか。マント引っかかってますよ、植物に。まあいいか、ゴールド操作行こう。私がクイーンズブラッド。はい、ではね、戦っていきましょうか。こいつがラスボスなのかな。いや違うよ、こいつは開発者だから。こいつを倒した後にクイーンと戦うのか。いや、まさかゲームの開発者と一緒に戦えるなんて。これであとこいつ含めてもう一体倒せたら最終ボスか。デッキどうしよう。消滅デッキあまりにも強いからあんま使いたくないみたいなとこある。一旦普通のデッキでいきますか。パワーアップデッキで。さあ、初手は微妙すぎるな。これ全開でいいな。とにかく宇宙騎士たちを拾いに行く。あー、神。待って、この2体来た。とりあえず宇宙騎士置いて、ホンテッドホテルを真ん中に置くかどうか。でもな、なんかデッキ的に前に進めるカードがあんまないんで、行けるときに前押してった方がいいんだよな。ホンテッドホテル温存パティーンか。これ温存パティーンでも全然ありだな。いや、さすがにこうか。それしたらもうマス目がやばい。サボテンだ。で、サンコスにヘビータンクを置きたいところですけど、いや、置くかこれ。さすがに弱いな。カスタネットないっす。ここカスタネットでかい。広がりの、ちょっとイフリートでもデュオでも誰でもいいからサンコス引いてほしい。引けない。サボテンだ。さすがに下取られる。これ取られない。石コス引いてくれ。あー、モグリズか。いや待って、これ無理やりにでも取るべきだな。ホーンテッドしか置けない。うん、ホーンテッドしかそこのマス奪えるやつがいない。よってここ置きます。ホーンテッドの効果は発動されないけど、あ、待って、ルーバス持ってる。俺も強化されるぜ、それ。デュオ来た。さすがに勝ちか。デュオはここ置く。11でしょ ?15。上が11。こっから相手が重ねカードとかで暴走しなければ。いいカード引いた。これサボテンだ、消滅いいや。消滅させーの2サイド大きいのニコスに C のモグリズを置いてルーバスで勝ちかな。イフリートまで引いていく。真ん中にルーバス置くのとイフリート置くのどっちが強いんだ。重ね持ってる。消滅、まあ、そこが消滅する分にはいい。これって無理か。
いや、貫封するか。真ん中にルーバス置きたいけど、斜め消そう。さすがにそんな何枚も重ねカード入れてないでしょ。え、まだあんの？裏目。じゃあ俺モーグリそいつ消そう。なれば消すよ。消してそこ取られて、上のレーンは引き分けには持ってけそうですね。カスタネット置いて引き分けになる。でさらにグリフォンを置いてプラスにすれば全勝ち。開発者弱っ。おおよ、俺のこれ2軍か3軍デッキだぜ。お前てめえに合わせて手加減してやってんだからよ。もうちょっと強いから使ってくれよ。でもこれ多分次が本当にヤバいやつらしい。次なのか分かんないけど、ラスボスはやっぱみんな口を揃えてヤバいからとにかくカードを集めた方がいいって言われてるんですけど、ラム、このなんか上にマス、たまになんかマス目がよく分かんないやつがいいんだよな。それどこまで届くみたいな。口ほどにもなかったな。お前精神壊れるまでカードゲームしてその程度かよ。何のことだ。カールの宿だ。あの時宿の主の名を語りカードを送ったのは私だ。すごいなお前、霊体になってもそんな物理的干渉できるんだ。有望なバーターが必要だった。任せてくださいや。いや、バトルよりも自信あるわ。まだ足りないっていうのかお前。クラベネの女王の力はこんなものではない。すべての元凶はクラベネの女王のカードだ。相手がなんかあれかな、もう本当に遊戯王でいう禁止カードしか使ってこないみたいな。強欲な壺サンダーボルトみたいな。呪い殺しては次のバウターへと移る。これまでに多くのバウターが犠牲になった。まあ俺がその負の連鎖を止めてきてやるよ。まあ、問題は28人カードバウター倒さないといけなくて、残り1人がどこにいるのか分かんないっていう。ストーリー中に出てくるのかな。水玉の魔女のカードが必要だ。魔女はニブルヘイムにいる混沌の獣が持っている。混沌の獣。今の君では勝てない。え、ニブルヘイムにいる混沌の獣って。ランクを上げるんだクラウド。ヴィンセントのことやな、これって。今の俺じゃ無理なの。最後の一人がヴィンセントみたいな。27。いや分かんないな。まあ、ニブルヘイムにじゃあまた向かいましょうか。なんかえ、何これ。え、あいつじゃん。なんだっけ名前忘れちゃったけど。ジローボーみたいなやつ。デュオと明日戦うの。え、楽しみ。またちょっとゴールドスクエア散策できるのはいいですね。ということで、また次回、多分明日あげます。はい。なんか最近、2日に1本か1日1本か、ルーズになってるんで、体調が良かったら、いただきます。ので、ぜひとも期待して待っていてください。ではでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。